皆さんこんここにちは私のチャンネルへようこそ2024年秋衆院選衆院選で候補者の応援に党本清掃を続けているのが高市早苗前経済安保省63だ。選挙戦では石破茂首相自民党総裁ら党執行部が政治と金を争点化し保守系候補らへの逆風が強い。 高市氏は23日には東京11区から無所属で出馬した前職の下村博文元文化賞70や東京28区から立候補した自民党公認の現職安藤隆雄氏65ら旧安倍派候補の応援演説に駆けつけるなど保守系潰しの動きに徹底抗戦している。報道部丸山藩表で見る勇敢富士が作成した 落選危機にある大物、著名候補21人のリスト。兄貴分の実績アピール。板橋区内で下村氏の街頭演説会が始まって約10分後、武知氏を乗せた車が到着すると、聴衆から大きな拍手が湧いた。高市氏は、懐かしい。東京で初めて一人暮らしをしたとき、最初の住まいはこの板橋でした。日本列島を強く豊かに 高市早苗でございますと演説を始めた。高市氏は、下村氏とは国会議員になる前からの長い長い友人であり、兄貴分だと語り、文科省や党政調会長としての実績をアピールした。高市氏、下村氏とも安倍晋三元首相と近く、安倍政権当時の2014、15年には、高市氏が総務省、下村氏が文科省を務めたこともある。高市氏は 総合的な国力を今こそ強くしななきゃいけない。け国力とは外交力であり、防衛力であり、経済力であり、技術力であり、情報力ですが、このすべてに関係するのが人材力。下村候補はまさに人材力、人づくりの重要性を訴えてこられたと強調し、まだ一緒にやらなきゃいけないことがいっぱいありますと指示を呼びかけた。 1996年の衆院選以来、東京11区で自民党公認として9回連続で当選してきた下村氏だが、今回は派閥裏金事件で党員資格停止1年の処分を受け、党の公認を得られなかった。下村氏は政治不信を起こしてしまった一人として、改めてお詫びを申し上げたいと頭を下げると、ここで政治生命が終わってしまっては、皆さんに恩返しができないと述べた。 高市氏もぜひとも一緒に働かせてくださいと訴えた。下村氏の応援演説を終えた後、武知氏は練馬区の練馬駅前へ向かい、医師である安藤さんは命を守る取り組みを大事にしてこられたと安藤氏を激励した。安藤氏は本当にありがたい、自民党のことを思い、逆風の中でも党を盛り上げたいという気持ちが強いのだと思う。 ののの先にには自分が日本のリーダーダなりたいとの気概もあるだろう高市さんには強い経済、強い安全保障に期待すると語った。その後、九州へ25、26日は兵庫、京都など遊説。高市氏はその後、羽田空港から九州へ向かった。前日の22日には北海道を訪れた。 選挙期間中、自身が出馬している奈良に区に入ったのは、公示日の15日と20日に1時間45分だけだという。9月の総裁選で高市氏を支援した旧安倍派を中心に、政治と金、ね、問題で劣勢の候補も多い。高市氏は選挙戦最終盤の25、26日も兵庫県や京都府などに入る予定だ。衆院東京28区、高野直美70強三振。 奥村翔太30国民心下向き黒三角安藤隆雄65自民元江崎早苗38三精神三角高松智之50立民審、藤川隆68意心心三角はやや優勢下向き黒三角はやや劣勢勇敢富士が取材結果などを踏まえ独自に判定したどう思いますか気に入っていただけると嬉しいです また次回お会いしましょう。